どうしよう、合格かな。一枚しかない。これから晴れの日の前にするから準備しとけよ。よう、今日遅くなるから晩飯いらね。はい。瀬ヶ崎、今日早い。ようやく慣れてきましたよ。新しい気象解析システム、使いこなせればなかなかいいツールになりそうですよ。あ、そうだ、今日さ、日吉さんの歓迎会がてら軽く飯でも行くかって話してたんだけど、瀬ヶ崎ももしよかったら。あー、すいません、今日は久々に早く帰れるのでお先に失礼します。待ってる子がいるんだろうな。視聴者泣きますね。お前また女と通話してんのかよ。人が我慢してやってんのに、いい録音してんな。やめてやめて。俺は抜ける漫画描いていっぱい稼いで早くこんなとこ出ていくんだ。お前勝手に出てってんじゃねえ。俺はお前がいねえとうまく呼吸できてんだよ。お前どうしたら俺だけど思うになんの。大学の時俺の周りにいた奴らはクズばっかだった。表情筋を緻密に調整して本音を腹の奥底に押し込んで器用に生きてたんだよ俺は。あの日から学食で居合わせるたび妙な視線を感じていた。ただ冷静に観察されているような、見られてばかりも尺だし深い意味はなかったんだけど、最初はそんな軽い気持ちだった。でも俺ってこんな顔してる。すごく上手だね。誰にもバレてなかったのに、みんなよ隠せてたのに。この絵よりも俺はもっとうまく笑えてる。すいません、ちょっと。急にどうしたの。すいません、すごく具合悪そうだった。なんだろう、名前以外何も知らないのにこの力が抜ける感じ、慣れない熱のせいか、それとも一度本音を漏らしたせいで気が緩んだか。ヨウと一緒にいるのはなぜか居心地が良かった。じゃあ俺は帰んなよ。今ホント、瀬ヶ崎さんがダヤちゃんのどこに惚れたんですか。それはヨウが初めて作ってくれたカレーがまずかったから。俺タッパ集めるけど俺が全部食うから。お前食うなよ絶対。はい。このカレーがまずいことを知ってるのは俺だけでいい。これ俺のだから。こいつが一生懸命作ってくれて俺はそれが嬉しかった。その事実だけあればいい。ごめんな。え、今ごめんって初めて聞いた。本当はこういうのしたくねえんだ。でも仕方ねえよな。お前が勝手に出ていかないようにしないと。この人もしかして本当はめっちゃ俺のこと好き。シーツ、うん、こんなに洗いが用意して、なんで天気なんて関係なくいつでもしてって。よくできました。とろくて不器用でなんかずれててぼーっとしてて、でもそれが良かった。俺にはそれが良かったよ。